将棋将棋の先方者相掛かり、中原竜かり、中原竜かりは、将棋の先方、兼系の一つ。1990年代に、中原誠16世名人が指し始め、史上初となる二度の将棋名人位福井への大きな原動力となった。このことで、相か,かりで思い浮かぶ騎士として、パッと出てくるのが大多数となっていく。 中原誠16世名人の名人時期は、大山康春15世名人の16期に次ぐ、名人獲得記録であり、名人を10期以上獲得したのは、この2名しかいない。中原は、初の名人獲得から9連覇を達成したが、その当時は、矢倉戦法を主力戦法としていた。しかし一度目の名人質感の後、将棋の芸風気風をさらに広げる必要があった。 その代表的なものが中原流総係であった。中原の三六歩から三七銀型で三筋を突き捨て、四六銀と上がる早繰り銀に似た中原流は多くの騎士にも刺されていく。第一図がその中原流である。四六銀以下四四角三八金に二銀三四歩が一例。そして谷川孝治名人との名人戦で、 突如五六飛と筋に回った中原飛車もよく知られる。相掛か,かりは軽快に動きたいなら、浮飛車、じっくり、ポイントを重ねて駒組み勝ちからリードを広げたいなら、引飛車と使い分けが行われる。中原流装掛りは浮飛車が主流で、浮飛車は早く動くことが多いが、引飛車等であれば、反対に角交換して、じっくりした戦いになりやすい。飛車への当たりが弱いので、 棒銀との相性も抜群である。第二図は時給戦となった一例であるが先手は矢倉、後手は菊水矢倉とパッと見たら相掛か,かりの出だしには見えない。図から二五形と跳ね、同形なら同銀四三金右に一四歩、同歩同銀四三金右なら一三形なりと突っ込んで同銀一四歩でいずれも橋攻めが厳しく先手よしとなる。 中原は1980年代までは日にり飛車や横太りなどの例外を除き、相掛か,かりは後、鉄外が主で、こうしたじっくりとした戦術を取ることも多かった。一方で、中原流の場合は早い動きが特徴であるが、第一図で単に四六銀であれば、後手に四四歩と突かれて銀が立ち往生する。三五歩同歩と突き捨ててから四六人と上がる、ところが第一のポイントとなる。 そして4四角3八金2二銀と進み、そこで3四歩と打つのが第二のポイント。この歩を打つことにより、しばらく後手を壁形にすることができる。以降は、気を見て4四角同歩3五銀として7、7五歩から左辺に転線したり、3五に進出した銀を活かして手を作っていく。 横取りでよく使われる中原囲いも中原十六世イメージンが相い、係で使用したのが始まりだった。特徴としては八七二歩を受けず九六歩から七七桂として強く戦う。モチフが二枚あるので攻めのバリエーションが広がる。第三図の先手陣が中原囲いである。ここで九五歩が機敏な攻め。同歩に九二歩と打ち、 同比なら8六比8二歩9三歩同計、8一角、9二同行なら9一角8三比8五歩で、次の8六比が厳しい狙いになりいずれも、先手よしとなる。また3六歩から3七桂と活用し、3五歩同歩1五歩と1、3筋を絡めて攻めて、行くのも有力な指し方として知られている。角交換せずに7七桂と跳ね、2五比から8五比とぶつけたりと、 様々な指し方ができる。第四図は1990年5月の第48期名人戦第3局、浮飛車の構えからいきなり五6飛と回ったのが中原飛車と呼ばれる作戦である。狙いは後に右、桂を活用しての五筋突破であるが単純な組み立てであるため、後手も対策は立てやすい。この一局のテレビ放送解説を担当した大山康春も、 あまりの単純さに呆れ返っていたという。事実、途中の進行は先手が、明らかに、作戦負けとされていた。しかし逆転勝ちでこの一曲をものにすると、続く、第五曲でも再び、中原流走係を採用する。こちらは中原が圧倒し解消している。ありがとうございます。